Hi everyone! I'm Ayano. Thank you for watching! Today's content is difficult. So I will speak in Japanese! Konnichiwa! 今日はおとそについて勉強しましょう。おとそって知ってますか？ Do you know おとそ？教えてもらいましょう。おむすびさん。はーい。何してはるんですか？1月1日の朝。1月1日の朝。今日は Today 1月1日の朝です。元旦と日本では言いますけれども、一年の無病息災を祝って一家揃って飲むお酒、これがおとそです、ね、でそのね、おとそにも飲み方があって、年下のもんから始めて年長の人からどんどん飲んでいくという、そういうんですよ、はい、うん、もうなんであの若いもんから飲むのかね、だん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 と年がいく、年を取るという意味があって、年を売るというのが縁起物で、年いくもんはだんだんと年を失う、つまり、まあね、はい、あのだんだんとこうね、衰えていくぐらいから、若いもんから先に、はい、そういう言われ、これも縁起です、縁起物、お正月は何でも縁起物、何でも縁起物、はい、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。これがおとそ。そうそうそう。それでもこのお酒がおとそ。そうそうそう。お酒のことをおとそ。そうそうそう。おとそ酒。おとそ酒。おとそ酒。おとそ、とそって何ですか？乾杯。おとそは乾杯。おとそは乾杯のことだよ。おかしいね。これがおとそです。飲み方は、お酒またはみりん 200cc から 300cc に一袋を3時間から5時間浸し飲んでくださいっていうことです。でははい、飲みましょうか。レッツトライ。はい、お調子、これ調子、調子調子に今はお酒半分、みりんを半分入れました。その方がスイートでグッドテイストらしいです。はい、おとそ、はい、この中に入れます、はい、入れます、はい、この中におとそを入れます。ティーパックみたいな、はい、これが三段重ねの下だ、ネジ板チャイみたい、ああ、なるほど、ネジ板上のこの下の甘いものが年長のものからお調子を抜いて、これで、ね、はい、いただきます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。甘い、甘いよくわからない感じ。一番下の人がスイート上に置いて、置いてもらって、はい、ここに置くの、戻す、ね、戻す。おとそを入れてすぐでは味がわからなかったので、3時間後に飲んでみました。なあ、あれやな、僕でした。臭いって言ったらないわ。臭いな、ないわ。うわー、寝てる。聞くよ、言うてな。はい。あでね、年下の人が現場者に、次は一番最後は一番年長者の方です。おー、背高い。おめでとうございます。で、どうする？終わった？終わり。これは下の段は使わない。おー、飾り、あ、これは飾りしてやらない、うん、今日も勉強になりましたね。 ね。See you in my next video. Bye bye.